今日はですね、N1 カフェレースコンセプトということでね、これ N1 のね RS が、モデルになってますね。いやすごい、これホンダレーシング、これカッティングかな、あカッティングですね、これカッティング貼ってますね。で、これやっぱレーサー引っ張って牽引してもらえるようなヤーツがついてますよ。横から見たらこんな感じです。いやタイヤかっこよくない、タイヤこれあれなんか塗ってんのかな、なんかペイントしてるこれうまいこと書いたね、これこういうタイヤを出してほしい、本当ね、こういうタイヤ出してほしいですね。2回言うたわ。あ、無限パワーということで、あ、これ無限なんかな、なんかね地味にねこの黒いチェッカーフラッグがついてるんですけど、これはなんか印刷というかシートじゃないですね、ちゃんとねこう塗装されてます。あ、後ろはこんな感じか、へえ、派手派手ね。でもこれ 660cc やからな、まあ横にね S660 があるんですけど、まあそれと、まあそれにはねさすがにこのボディのね背の高さとかあるんで、まあかなわないとは思うんですが、まあこのディティールですよね、見た目がすごいギミック感好きのお父ちゃん向けという感じですかね。あ、ちょっとここねへこみありますよね、へこみの下にちゃんとドアレバーがあるはず、今ちょっと蓋されちゃってますけど、ここにボタンを押すと黄色く解除かな。これテールランプのね中がほらこれ黒っぽいね、ツヤっぽいデザインになってます。かわいいかわいいかわいいかっこいい。これでちょっと中入れるかな、あ開いたわ、開いた開いた、ちょっと中見させてもらいます。すごいね、なんか黄色のラインがね目立ちますね。これ黄色の、あちゃんと塗装されてるちゃんと塗装されてる。いやこのハンドルやっぱね、この N シリーズってねやっぱ全部質感いいんですよね。いやこれはもう本当に普通車並みだなと毎回ね思うポイントですね。シートもねこの裏起毛とこの革の間に黄色のステッチがねあしらわれてますね。あこれドア周りもこんな感じなんですね。あいいな、ちょっとより高級感が増したなという感じもしますね。これパネル、指紋がつきそうなパネルはい、というわけで N1 カフェレーサーコンセプトということでね、いかがでしたかね。なかなか男心をくすぐりますよね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで N1 カフェレーサーコンセプトでした。じゃあね、バーイ。